どうもデコボコ投資チャンネルイデアです。はい、今回はですね、私のシリーズものである株式積み立てシリーズの、近況報告をしたいと思います。まああまりね近況報告できなかったんですけれども、株式積み立てというのを私やっております。それはですねまた別で動画撮っておりますので、もし気になる方はそちらご覧いただきたいんですけれども、簡単に言いますと SBI ネオモバイル証券という証券口座で、1株とか2株とか、まあ、少ない株数で少しずつ会社の株を買っていってます。そして目指せ5年で1000万円というシリーズものでして、まあ、ぜひですね応援していただける方はチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いいたします。で、私が現在ですね保有している銘柄は、10銘柄あります。で、今回はですねこの10銘柄保有していることに関して近況報告をしたいと思うんですけれども、残念ながらですね悲しいお知らせがありまして、なんとですね保有している10銘柄のうち1つの銘柄がですねマイナス 20%、 その銘柄というのもあららという銘柄でして、今回はねそのあららについて簡単に解説するのと、まあ、全体の私の株式積み立ての状況を解説したいと思います。で、そのあららなんですけれども、まあ、あららという会社はまず本業としてはキャッシュレスサービスが本業です。皆さんのもしかすると地元のスーパーでこうプリペイド式のカードですね、皆さんがこうそのカードにお金をチャージすると現金必要なしでお金が払えるというそのキャッシュレスサービスのシステムを提供している会社があららという会社でして、本業がそれなんですけれども、まだまだですね日本のスーパーに広まってない、あるいはですねそのプリペイドカードを利用する人が少ないということで全然利益が少なくてですね、第一四半期なんですけれども、9月10月11月ですね、本当はですね、まあ数千万とか1億とかの利益を予想していたんですけれども、まあなんとですね利益が第一四半期200万円めちゃくちゃ少ないですよね。1年間通してだいたいですね2億4000万円ぐらいの予想をしてたんですけれども、第一四半期でなんと利益200万ですよ。めちゃくちゃ少ない。それで大きく株価下がってですね、ただですねここでまあ朗報がありまして、第二四半期、はい、12月、1月、2月のこの3ヶ月間で、なんとですね、利益が2億4000万ぐらいになったんですよ。すごいですよね。年間通して2億4000万ぐらいの予想のところ、第2四半期でもうすでに2億4000万利益出たということで、最近ですね、株価めっちゃ上がったんですよ。なので私もね、ウハウハだったんですけれども、なんとまたちょっと株価元に戻ってしまいました。その理由としてはですね、もうちょっと決算発表の内容を吟味してみると、実はですね、その2億4000万円という第二四半期の収入というのは本業なんですけれども、ちょっと本業とはずれたスポット的な臨時収入だったんですよね。なので本業じゃないじゃないかということで、やっぱり株式市場は常に正しいということで、また元の株価に戻ってしまいました。なのでマイナス 20% という結果になってしまいましたけれども、まあ私はですねこのあららという会社、まあ、将来性あると思っております。なぜならですね、キャッシュレスサービスのシステムを新たに改修する予定ですので、そういったことも含めてこのあららというのは将来性があると思ってます。まあちょっとね年数はかかると思います。なのでこういう株価が下落した時ほど積み立てをしていこうと思ってます。なのでですね皆さん、今これマイナス 20% ですけれども、まだね株式投資を始めたことないよという方はこういうマイナス怖いと思います。なのでその怖いということがあってもしっかり積み立てしていれば、いずれはプラスになるよということを私が身をもって皆さんにお伝えしたいと思います。はい、次にですね私の株式積み立ての全体の近況報告なんですけれども、まあ、元本はですねだいたい150万円ぐらいです。そしてですね利回りなんですけれども、だいたいマイナス 5% です。ということで金額に直すとマイナス7万円が今の株式積み立ての状況です。マイナス回答というふうに思われるかもしれませんけれども、この株式積み立てはですねマイナスになればなるほど私は嬉しいんですよ。なんかねちょっとこう気が狂った人みたいな感じですけれども、マイナスになればなるほど株が安い時に積み立てすることができる。もちろん前提には将来性がある企業という前提はありますけれども、安くなればなるほど株の損が出れば出るほどより積み立てができる、そして数年後には利益が出せるというものなので、皆さんにもですねぜひ株でマイナスが出ている人でも
しっかりとそこで積み立てをしていればいずれはプラスになるんだということをですね、このシリーズものを通して皆さんにお伝えしたいと思います。身をもってこれがですね、最終的に上がってこなかったら悲しんでください。一緒に悲しみましょう。ですが、まあ、私はですね、右肩上がりに上がると思ってますので、ぜひ今後もですね、このシリーズものを楽しみにしておいてください。それではですね、また次回お会いしましょう。バイバイ。